皆さん、こんにちは。今日は、ここの地域にやってまいりました。えー、お便りをいただきましてですね。え、この街には有名な変な人がいます。ほらふきおじさん。 が、います。えー、小学生からからわれ、からかわれているおじさんで、えー、何者なのかを突き止めてほしいというお便りをいただきました。えー、今回本当にですね、あの、下調べなしで、えー、この街にやってきたのですが、あの、もう本当にあの、住宅街って言った感じでですね、すごい穏やかな街だったりして、とりあえず聞き込み調査を開始したいと思います。えー、あ、すいません。はい。 あの、ちょっとお伺いしたいんですけども、はい、あの、この町に、あの、ほらふきじいさんっていたりしますかあ、あ<ー>ほらふきおじさんですね。失礼いたしました。ほらふきおじさんですかはい。ああ。 有名だった。有名ですね。えっと、どこら辺に行けば出没するんですかね。そうですね。はい、向こうの方かな。うん、うん、うん、うん。えっと、ちなみに、どういったいでたちなんでしょうか。いでたちは、まあ、まあ、まあ。ああ、こんな感じやなっていう感じですよ。そんな特徴はないです。そうですか。なんか、あの、男子小学生から、よくいじられてるという話も。あ、そうですか。ええ、俺。別に、あの、人に危害を加え、加える系ではないまあ、ただのほらふきでしょう。 ホラーきなんですね要は何だろううん俺は宇宙に行ったことがあるんだぞとか言うんですかねああ僕自身はちょっと会ったことないのでわかりませんけどもそうですかはい、はい、まあ確かにあの小学生男子がこうからかうってなったらきっとそういうホラーを吹きまくって吹きまくって吹きまくってるんでしょうねだからホラー吹きのおじさんって言われてるんでしょうねあうい、まあ、子供はなんかそういうの好きですからねうん,うん、うん、すいませんありがとうございましたはい向こうの言た言いますか向こうのいったいますかはい、はい、すいませんありがとうございます、はい 何のと何のと。行ってみようってみよう。<noise> さっき聞いた人。えうオ <noise> ー。ほらが吹いてる。あ、男子小学生が集まってきた。<noise> すごいいじられてる。本人に聞いたこと 本人に聞いてもた。<ー>ほら吹きおじさん本人に、ほら吹きおじさんってご存知ですかっ本人に聞いてもた。<ー>ほら吹きってんで嘘つきじゃなくてほらがえ吹くことないや。<ー>めちゃめちゃ男子小学生にいじられてる。うわ、毛つけられてる。毛つけられてる。<ー>それも無視して、ほら吹き続けてる。 えすごいうわ、保護者が男子小学生にやめなさい、やめなさいって言ってる、うん、ほら、帰るわよって言ってる、うん、そんなこと無視して、ほらが吹きまくってるああ、結構上達したなげあ,<ぎ>あ、すいません、さっきほら吹いちゃって。一人で練習したかったもんですから。<laughs> ややこい ややこいすみません、ほら吹いちゃって。ややこいどっちどっちが、どっちが原因でほら吹きおじさんって言われてんの近くで吹いちゃうとご迷惑かなと思いまして。すみません、ほら吹いちゃいました。でも絶対ほらが吹いてるからやんな。すみません。まだ今、でも現地としてはほらが吹いてる一個と嘘ついた一個で、まだ、角野の生徒者、55歳やねんな。いやー、なかなか練習する場所がなくてね。えー、ここなら、 誰にも聞かれない場所だと思いましてね。だから、ほら吹きおじさんって呼ばれてるんですね。いや、こんな住宅街で吹いたらそら聞こえますよ。聞こえるなと思ってて今、ほら吹いちゃいました。すいません。あれすいません。ほ、嘘つきの方が、一個増えた。ごめんなさいね、ほら吹いちゃって。あ、っていうか、すいませんでした。あの、ご本人に聞いちゃって。あ、いやいやいや、全然全然,全然。すいません、<の>こちらこそ。なんで、 うん、他人のふりしなさったんですか一人で吹きたかったもので。そうです。ほら吹いちゃいました。すいません。男子小学生におケツとか蹴られてましたけども。あ、はい。そら子供はこういうの嫌でしょうからね。はい。お尻に感触なんて全然ないですよ。本当あります。はい。すいません。やばい31やほら吹いちゃって。嘘つきのうが優勢や。うううう。すいません、ほら吹いちゃって。言葉にできへんけな、変な人や。 誰もいない町に引っ越したい町にいる、気になる人を探しますこちらの YouTube チャンネルぜひ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたしますもうすぐ雨降るから撤収した方がいいあ、そうですか、うん、ありがとうございますほら、天気予報晴れ 嘘聞いてる。ごめん、ほら吹いちゃって。どっちなのおぉどっちなのどっちなのどっちが原因でほら吹きおじさんって呼ばれてんのごめんね、ほら吹いちゃって。どっちなのごめんなさいね。ジャーナリズムの血が騒ぐジャーナリズムぜひ、読んでください。ネタサロん。 ネタサロン。集まれ集まれ。ネタサロン。このレンガが擦れる音に集まれ。いや、ネタサロンに集まるんだろう。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろう。みんな、一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ジャルジャルタワー